こうやってやって、あの悪の組織ね、で私が調査官で、ね、何よって怖いっていうシーンがあって、何よみたいなんで、それでエロく皆さんこんにちは、深田恵美ですと上原愛です。よーすごい。今回は男性が皆さん知ってるの通り上原愛ですよ。嬉しい。上原愛ちゃんが来てくれました。もうね、セクシー女優さんといったらもう愛さんっていう、ね、全然全然。月何本に最高取ったんですか？月25本。25本、うん、やばいですね。だって1ヶ月30日間の中でお休み5日間しかないじゃないですか。そう、毎日本当に連続で。うわ実は上原愛ちゃん初めてなんですよ。なんか共演したこともないんですよね。そう、多分恵美ちゃんがデビューする頃も私も辞めるかなみたいな、多分辞めてたかな。確かにすれ違いでしたよね。多分多分多分愛さんが引退された後に私が確かデビューしたぐらいの、本当にだから会う機会がなかったんですよ、ね、なかなかね。だからもう伝説の伝説の女優さんですよ。今こうやって初めて会って、私の初めてのその印象どうですか？印象、うん、でもなんかツイッターとかすごいから、なんか自分をプロデュースする能力がすごいなってずっと見てて思ってて、うん、いやそんなこと私はディアブロスあれディアなんだっけ、モハあ、モハ、あ、ティガレックス、ティガレックス、はいはいはい、ティガレックスのイメージでした。あ、イメージ、知ってました？知ってました？めっちゃ爆笑じゃん。嬉しい。好きだね。あ、嬉しい。めっちゃ知ってるじゃん。嬉しい。はい、じゃあ月25本撮られてる上原愛さんにちょっとエールやらるを聞いてみよう。では行ってみよう。うん、かわいい。じゃあちょっとじゃんけんで勝った方がどっちか決めましょう。あ、OK です。じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、はっ私じゃあ先行きますね、はい、じゃあ、ね、なんでずっと正座してるの？すごい気になる。正座した方がいい毎回私たちのその衣装があやとりみたいに細い。あアヤトリできそうじゃない？確かに細っ、細みたいな。なんか、秘書が多い。あ、多いです。だからじゃない？私結構やられる役の方が多かったから。本当に基本制服か、うん、スクミズかとか。じゃあまだその範囲は広いんだね、面積は。あ、そう、面積広め面積は面積広めだった、結構。なるほどね。でも結構さ、撮影のさ、服が若干、うん、古いテイストが。あ、めっちゃわかる。なんかこれあるある以降言おうと思ったけど、うん、ごめん、なんかちょっと近かったなと思って、うん、服がギャル服とか特に、うん、昭和のギャル服が多い、うん、そうなんですよギャルとかだと思う、なんか昭和だよね。この服、そう、昭和にタンクトップみたいな、そう、ヒョウ柄みたいな、そうそうそうだよね。そう、シンプル言うとダサい。あのスタッフさんみんな若い人ほぼいないんですよ。もう20年30年ぐらいやってるおじさんがみんな回してて、だから洋服のテイストがもうほぼダサい。めっちゃわかる。普段あの女優さんって、うん、あのフェアをするときにやっぱりこうカメラを見るじゃないですか。うん、だからなぜかもう癖がついちゃって、うん、フェアをするときに必ず目を見るようになっちゃう。あ、めっちゃわかる。もうそれわかる。そう。それプライベートでもさ、いやもうプライベートでも過去にそのあって。あ、めっちゃわかる。え、でしょ？私も必ず。なんか角度決めちゃうのちゃんと。わかる。カメラを通ってその人のこと。めっちゃわかる。めっちゃちゃんと斜めにしてる。わかるわかる。わかる。でもそれが多分一番可愛く見える。あ、そう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 。常にカメラ回ってるから。わかる。あ。でも現場のつなぎが多すぎて太る。あー、え、それでもそう思うと愛ちゃんめっちゃ痩せましたよ。いや私、うん、その5年間の女優の、うん、人生の中で2キロ太っちゃったんですよ。いやマジで太る。すごい。無駄にさ、そう、多いよね。そう、つなぎが。そう、コンビニとかで1万円以上ぐらいの絶対買ってるよね。もうおにぎりやら、分かる分かる、もうポテチやら、うん、もう今日捨てちゃうでしょってぐらいのレベルのつなぎっていう、まあおやつみたいなね、あのご飯みたいなのがふわーってあって、定食みたいなね、そういっぱいあるね。そう、それプラスお弁当出てくるから、そう、やばいよね、太るよね。太る。しかもお弁当持って帰ってったの。あ、分かる。え、そう、今から私も持って帰って
違えてた。あ、嬉しい、仲間いた。そう、ご飯とかね、そのちゃんとお昼にお弁当とか出てくるんですよ。そう、そういうあのセクシー現場って、うん、だそれを、まあ、持って帰る女優さんも多いですよね。え、やった、多いんだ、よかった、自分だけかなって思ってた。え、つなぎとか持って帰る、持って帰ってた、持って帰る、もう次の日休みだったら絶対持って帰ってて、そう、もうなんか小劇だと思われてるかなって思ってたんだけど。愛ちゃんとかって調査官ものとかやったことある？うん、何回か何回か。え、ある、うん、なんかそれってなんかやっぱ女性同士のそういう、まあ、レズものとかで女調査官ものっていうのがあって、うん、大抵こう愛の組織をこうなんかこう裁くこう調査官みたいなのがいて、うん、でその時にこう銃持ってさ、うん、パンツ見えそうな格好でさ、うんうんうん、こうやって階段登ってってさ、うんうん、でなんか手挙げなさいとか言うんだよ。決まった。その悪の組織みたいなさ、そういう人がさ、なんかこうニヤってしてさ、急にそこからバトルシーンになるわけよ。で、そのバトルシーンがさ、まあやっぱアクションシーンの監督じゃないからさ、うん、ちょっとクオリティが、あー確かに低いわけよ。低いよね。てか演技全体的にさ、クオリティ低いよね。めっちゃ女優さんもそんな得意じゃないから、あのこう蹴るシーンとか、えい、うん、なるよね。このシーンをうまく使ってこうドキシみたいな。まあね、セクシービデオですから。そうだね。そうで、その時に蹴ったりとか殴ったりみたいな、うん、まあ、その悪の組織と調査官がね、うん、でそこでやっぱなぜか最後必ずこうやって手をこうやってやって、うん、あの悪の組織ね、で私が調査官で、うん、何よってこうやってやってるシーンがあって、うん、何よみたいな。でそれでエロく蹴ったりとかするじゃん、こうやって、うんうん、でそれでやって、でこうやって何よってなって、こうやってやって、でこういう感じで、こういうこういう感じなの。こうやって、こういう感じで調査官こういうものになる。こうやって、いや、そう、何なのって思うじゃん。でそれがバトルシーンになって。あー、そういうこと。そう、あー理解。そうだから、あの最初こうやってさ、やってさ、うん、でそれでなんかこう蹴って、でこうやって、あーってなるじゃん、こうやって、うんうん、でそれで、何よってなんだろう。あ、水の消費量が激しい、うん、あ、これは、うん、わかんない、私が、うん、あの、うん、出すのが多かったから、うん、なのかもしれないけど、うん、そういう女優さんと、うん、そういう何、うん、いっぱい出すみたいな、スラッシュみたいな、スラッシュあの共演が多かったから、うん、もう一人、うん、本当に、うん、ペットボトル大きいやつ10本ぐらい用意してて。10本、え、この2リットルのやつ。私2リットル1日で本当6本6本が8本飲んでて、そういう、すごいね、もう水中毒、うん、マジで。それあるある、あるある、スプラッシュあるある、スプラッシュあるある、そう、スプラッシュ女優あるある。その人専用のなんか、うん、ドリンクを作ってもらって、うん、なんか水だけの人もいれば、うん、ポカリとお水を割った人もいれば、うん、その女優さんによって違くって、うん、なんかね、うん、コーン茶飲んでる人とか、うん、あ、コーン茶、そう、あとなんかすごい利尿作用の、うんうん、またまみ茶みたいな、そうそうそう、あとかね、飲んでる人も、もう愛汁ブシャだね。そういう風に聞くと本当プロだなって思って。確かに。で私そんな飲まないか、いや私なんかそういうなんか住める方だったので、うん、あ、そっか、なんかそちらの方がまだ特化してなくて。あ、そうなんだ。でもさ、攻めるプラススプラッシュができるようになったらさ、攻める時にさ、かけられるんだよ。え、かけられるんだよ、下に。はい、結構ね、いろいろ聞けたということで、どうだったでしょうか、あるあるは。え、すごいね。出てきます。うん、でもやっぱ私がなんかそのね、できないようなこととかも本当に何でもできちゃう女優さんなんですよ。全然。そう、私もなんかね、ちょっとスプラッシュをちょっと取得してちょっと頑張りたいと思います。ちょっと夏に向けて。うん、そう、はい、夏だからね。はい、ちょうどいいね、夏に向けて。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。勝手にバイバイして。